はい、どうもノリです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日は自分の経営地をちょっと触ろうかなと思って西森くんのガレージに遊びに来ています。少し前なんですけど、キャブレターのセッティングを少し変えてプラグの焼き色を見てみようかなと思って、このキャップを持った時にすごくぐらついてて、外れ止めのストッパーがもうなくなってしまってたんで、プラグのキャップを新しいのに変えてみようかなと。で、いろいろ探してたんですけど、光るプラグっていうのを見つけて、なんか面白いなと思って購入してみました。今日はそれを変えていくのと、あと昔先輩からもらったテールランプの球なんですけど、くるくる回る球が球を持っていて、ちょっとそれ久しぶりにつけてみようかなと。まあちょっと遊び心ですよね。やっていこうと思うんですけど、はい、その前に一つちょっと告知をさせていただきたいんですけど、今日インスタグラムの方で僕の方にメッセージが届きまして、10月10日土曜日の夜8時から石槌山のハイウェイオアシスで、初開催となるナイトミーティングがあるようです。僕はちょうどその日別のナイトミーティングと被ってしまってて参加はできないんですけど、もしね近くの方や興味のある方がいましたらね、ぜひ遊びに行ってもらえたらと。きっと楽しいナイトミーティングになると思います。またね、第2回、第3回ともし開催されて僕がスケジュールが合うようでしたら遊びにも行かせていただきたいと思います。柿内さん、レオさん、メッセージありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。それじゃあ早速プラグキャップとテール球の方を変えていきたいと思います。はい、これがプラグキャップですね。まだ開封していません。H クラフトさん、和歌山県の H クラフトさんから購入してみました。今日はね、このプラグキャップと、テール機を変えた後に、かっこいい CB400F コア高腕と、CB750F ボルドールかなの撮影をちょっとさせてもらうことになってます。はい、これですね。はい、こんな感じ。この中が光るんでしょうかね。なんかここ今黄色ですけど、4色ほど種類があって、まああとの3色欠品になってて、もうこの黄色しかなかったんで黄色にしました。これ見えますかね。ここネジが入ってて、このネジに多分プラグコードをこうねじ込んでいくような形になるんじゃないでしょうかね。もう一体もんと思ってたんで、これだけ変えれるとは知りませんでした。まあ、ちょっとやっていきたいと思いますね。光るプラグキャップが3つと、これが昔先輩からもらったくるくるテールの球ですね。LED じゃないんで、まあ当時ものってやつでしょうかね。まああんまり詳しくないんですけど、久しぶりにつけます。前の経営地につけてたんですけどね。はい、これじゃあ早速つけていきたいと思います。まずはじゃあプラグキャップの方からいってみましょうか。はい、じゃあ早速プラグキャップを抜いて交換していこうと思うんですけど、一応調べたんですけど、これを時計と逆回りに回したら外れるみたいです。
いい音ですね、ポン。こんな感じでね、簡単に変えることができました。コードの赤がちょっといただけないんで、コードまた変えようかと思いますね、そのうち。で、あとの2本もね、交換していきたいと思います。今日この後はそのフォアと CB750 を撮影させてもらって、明日は、かっこいい Z1 と、ペケチェ 400D、 この2台をちょっと撮影させてもらう予定になってるんでね、また編集頑張るんで見てみてください、見てあげてください。まさかね、これがノクなんて完全に一体もんやと思ってましたよ。光るプラグキャップの取り付けは完了しました。3つ目はね、もう省略です。同じことなんでね。で、続いてはくるくるテールキューですよね。これすごく疑問に思うんですけど、誰か知ってる人いたら教えてください。あの、昔この球の光がこうくる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 回るのは違反だっていうことを言われて、あのつけるのやめたんですけど、まあ確かにこうパッて光るだけのもんがくるくるしてたらそれは違反なのかなと思って、やめたんですけど、今のちょっと高級車とか外車によくあのウインカーがこう流れるやつあるじゃないですか、ドゥルルルルンって。あれがもし法的に OK だったら、もうこのテールランプの球がこう回っていっても違反じゃないんじゃないでしょうかっていう疑問が、まあ取り付けたいっていう自分のこう苦手な考えもあるんですけどね、違反じゃない方がいいなという希望も込めてですけど、誰かね、知ってる人いたら教えてください。でももうかなり前にあのいただいたやつなんで、正直点灯するかどうかは不明です。点灯してくれたら嬉しいなと思いますけどね。はい、それじゃあね、光るプラグキャップとくるくるテールキューの取り付け完了ということで、実際に光らしてみましょう。どっちから行きましょうね。せっかくテール取ってるんでテールキューから行きましょうか。はい、それじゃあね、ちょっとエンジンかけて光らしてみましょう。
光るプラグキャップとくるくる球をケージに取り付けてみました。これからもねまたいろいろケージつついていきたいと思いますんで、その都度動画にしていけたらと思います。ツートップさんって言って、ケージに乗ってモトブログをやられてる方が、愛知県にいるんですけど、その方からヤフオクで出てる激安のバラちゃん、3万円ぐらいで出てるバラちゃんがあるんですけど、そんなのもお借りしてるんでね、また取り付けて、音なり走行レビューなりこれもしていけたらと思ってるんで、これからもまたよろしくお願いします。ありがとうございました。